どうもエルザです。それでは仁王2やっていきたいと思います。それでは次編に進みたいと思います。秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地。我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らにぎたまと同じ気配がするの。新人より生まれ、人に寄り添う我らにぎたま。そして怨念より生まれ、人を喰らう改ま。この二つの均衡をなくしては世にあるすべての誠意は成り立たん。長き戦乱で怨念が募り、改まばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまおう。天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。さあ、服部半蔵出てきたね。分類によって猫又も宿したと。猫又聞くとね、どうしてもシャーマンキング思い出してしまうんだよね。我ら伊賀衆が手を配り、家康様は無事に三河へ戻られた。しかし、徳川が陣立てを整えるのはまだ先になろう。藤吉郎に対抗した織田の急進たちはことごとく敗れ、ついに柴田勝家殿も劣勢に追い込まれておる。そこで徳川に代わり勝家殿を助けてもらいたい。勝家殿の居城は北の将。ここ伊賀より山を越え近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。さあ、徳川家にやっぱついた感じだね。まあ、藤吉郎とはという仲違いになった感じか。さあ、滅びの晩婚ということで、こちらやっていきたいなと思います。信長が死んで、お市様は勝家の妻になって、この北の城、北の将城下に来たよ、来たそうよと。でもこの様子では柴田勢の負けみたいね。侍も辛いものね。昔の仲間と殺し合うなんてと。ほら、急がないと。手遅れになる前に。私は城下に溢れた赤目を抑えに行くわ。はぁ。なんかね、お市はやっぱかわいそうだよね。北の将城だね。さあ、行きますか。ここは、
そっか、前回落としたところか。で、ちょっと今回ステータスを振り分けまして、だいぶ変わってます。輪廻の書を使ってステータスはね、部に振ったんで、ちょっとスタミナ管理気をつけながらやろうかなという感じだね。あとはね、忍術をどうにかしたいなと思いつつ、まあとりあえず使いながらという感じだね。タッチもね、無傷の敵にはっていう感じだね。できるだけすっぱ抜きも成功させたいからね。よし、98。僕今何歩だったっけ。82。やるしかないっしょ。あ、やばい。なぜか、あ、そっか、輪廻の書使ったからか。終わり。さて、そうだよ、そうだよ、そうだ、そうだ、術つけてなかったわ。よかった、本戦入る前で。術したくしてからか。とりあえずそんなに装備も良さげという、あ、これいいね。おお、おお、いいの来た。カムイがちょっと好きなんで。さあ、術の支度してちゃっちゃってやっていきましょうかね。術支度、そうなんだよね、避けても当たるって考えるとこっちなんだけど。あとは、まあ、活源だよね。これでいきますか。準備準備。これでいいかな。よし、んじゃあ行きますか。でもだよね、いきなりやられてるってことはそういうことだよね。98。意外とやられてるのが多いね。あ、何落ちたとかが多いのかな。はい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 。あー、線いいね。やっぱ部に振っただけあるわ。
来ないかな。そう、あ、違ったー。ちょっと待ってね。だよね。普通に操作ミスってろ。これか。はいはい。居合の要領だね。101。118いない。やばいね、こんな。あー、みんな落ちたってこと。いや、屍狂いだね。あー、やっぱ襲われてって感じか。いて。あー、そうだね。スタミナ減ってるから。やっぱ落ちてるときついな、スピード。え、強えな、やっぱ。ない。いやー、経験値もたんまりもらえるね。98。こっちの100近くと一回やりたいね。いけー、毒か。にゃろ。終わりー。ラクミ、しかも頭がね。頭が小玉やった。スタミナがないだけで全然違うね。当たり前だけどさ。もう一回リベンジ。もうちょいね。よし、ガード。お、いいね、出たね。それよそれ。重い。おお、またささんのこれ。ちょっと取っといて。あー、やっぱ超えるか、重さは。あー、やっぱ重いね。おわん。これはちょっと別の意味で欲しい。取っときたい。シュラ、戦王。あー、
武器はそんなにって感じだったか。だよね。斧だもんね。あ、99はでかい。で、118と。もう一回これと戦っとくか。あとちょい。あーぶな、いい。やっぱ対人はあれが強いね。ちょっと整えながら、あ、片手はちょい強いか。同じのが多分、いや、あーいいね。ちょっと70で下げて、これはちょっと5を上げるしかなくなってくるか。16、5を上げよっかね。危ない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 。また物騒なもん出して、ほい、これでOK。鬼ね。やべ、こっちこっち、来い来い。はーて、はーぶないね。スタミナが全然ちげえな。思ったより手数が出せれない。はあ、いやー、スタミナ管理むずいね。やっぱ50あるってなかなかやね。さあ、あ、意外とセーブポイントが近かった。これ意外だな。じゃあナム。で、ね、矢は買っといて、カゴがね、なんもないんだよね。で、とりあえず5を上げといて、あやかしみなどなりとうないわ、死んだ方がまし。97か。ちょっと重いけど、ちょっともうちょい頑張りますかね。
こだま反応はなしと。これはショートカットだね。あそこいるね。ああ回れる。これもしかして上も行けそうな感じするよね。あーでもさっきのところか、行けるのは。ここ迷いそうだな今回。頑張ろう。本能寺で信長が死ぬ、織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが霊石を独り占めした藤吉郎。霊石は志津ヶ岳で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。そういうことね。ドン。さてまだ角は折れてないから、やっばい、あっぶな。ちょっと燃やしといて。さあ兜。いやー強い強い、相変わらず強いね。103108。118。危ない危ない危ない、絶対やってくると思った。あ、画面画面ロックオンが。ういほら、ういで投げまくると、おい、なんかすっごい物騒な感じの持ってるね。痛い。熱い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 。やっぱそうなるよね。役名。さあ仕切り直していこうかね。開かない、開く、開くか。そしたらとりあえず上行って、しっかり打って、お市様や茶々様を奪うためにあやかしを差し向けおったか。あーやっぱそうだね、スタミナやね、問題はね。はい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 、はい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 。ってなると、大筒はゲットした、こっちではない。ここ抜けて、痛い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 、それは痛い。
タミナ管理が甘いな。うん、壁にしてしまえばね。さあこれで向こうは開いた。さあここ開ける。ぐるって回ってきただけだもんね。いや、意外と抜けたか。いや、そうでもないね。やっぱ通ってきただけだね。そしたら戻って。こっち、やっぱここ行けないもんね。お宝があるだけか。あ、なんか音がするの、ここか。おい、じゃあ帰る帰れ。で、とりあえず回復して。楽器の下の門行きますか。まあ、その前に上の常闇晴らしますかね。この金、悪しき気を払えるようじゃ。打ち鳴らせば助けとなるじゃろ。やばいやばいやばい。やばいやばい。急に来たな。かってえな。やっぱ消えるよね。追ってくる割に消えるからさ、大変なのよ。で、さあ晴らしてゲットして、80、70、危な。2発よくて2発だな。回避のスタミナがえぐいね。回避行動はスタミナ減らせるのかな。ちょっとそのあたりはまた調べてみようかな。3つっていうことは君か。身振りは何かな。しこ、さあ来い。 OK。さあ何くれるかな。お、にぎみか。玉城がもらえたね。風魔鎖鎌ね。ほう、かぶと。まあレアをもらえたのはありがたいけど、金吾、はあ。ジューズ、
まあ、寄り道したって感じだね。さて渡っていって反対側蹴り落とす。これで登ってこれる。下がある。あーこっちは通れるようになる感じか。信長と似た気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天守に逃げ込んだようじゃ。天守の方ね。おい急ぎます。とっ上か。あー嫌だな。君は嫌だな。めちゃくちゃ来るじゃん。やばい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 。意外と火のダメージがバカにならないんだよね。よし。痛いね範囲が。ほう。全然ダメージはいない。そしたらちょっと妖怪技をマックス使っていかんとダメやね。いやー苦手やなあやつは。こっち側に行けたってわけね。さあこっちは多分常闇晴らさないといけない感じはするけど。行けるか。行けたね。痛い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 。おお、いたいたいた。アイテムとりあえず渡して、違うね。なんか間違えたね。違うね。足元に落として。さあ、何くれるかな。なぎな。あー鎌か。まあ取っておこう。左ため右はこっちか。あー降りれるんだね。落とし穴あったんだね。さあ床闇
12。はいはい。ダメージ食らっていくかどうかって感じだね。これはおお当たってない。その距離で撃つってなかなかきついよね。水がないね。温泉か、入っとくか、とりあえずね。さ、とりあえず自然回復ができる状態になったんで、いけんよね。ぐるって回って、威圧か。まあ悪くはないね。何かいいのが出るかもしれない。ちょっと、じゃあこれで、ちょっと待って、スタミナ切れがきつい。マジか。おお、防御力ちょっと低いか。そうだね。あ、へえ。上がるっちゃ上がるのか。メングは下がるね。と、てめえ、怖いね、このライフの状況は。ギリギリだね。いやー怖えな。まあおかげで晴れたんだけど、向こうからね近づいてきてくれる分にはめちゃくちゃ助かるからね。93、81、いや110台来ると助かるね。
あ、だけ？あ、それだけっぽいね。そうか。まあ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 。で、あら、結局これは？温泉があるだけ。上落ちたらそこに来ると。あら、上は違うところから行く感じ？まさか。あ、そんな感じだね。そうか。じゃあ戻って、こっちね。これちょっと楽しみだったけど、まあ他のところから行くんでしょう。この下なんだけど、多分この下にいるんだろうけどね。カウンターが決まった。ちょっと待ってね。変えたいのよ、変えたいのよ、変えたいんだけど、よし。ゲンブアーのカウンターがいいね。あ、もう一体いるわー。さあ、あら、逃げた。逃げた。こっちこっち、こっちこっち。しくったー。普通にしくったねー。で、あいつを倒さないと。回復して、ふう、危ない。106。まあまあまあ、先行きましょう。とりあえずこっちは欲しいな。うい、お土産。回復しなさんなって。あちゃ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 。それ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 、そうそう、それ取りたいだけ。あーちー。
また同じ失敗するところだったよ。おお、さらに上が来たね。100。これはありがたい。で、弓は特にはなし。頭は四天王か。覇王、信長だね。あ、意外と軽いんだね。重いな。呪術か。さて、さらに奥行こっかね。勝てるはずもねえのに、権六兵衛必死になりやがって。そう、行け。さあ、滑車やっぱ強えな。それが厄介なんだよね。意外と降りるとっていう感じか。先に降りる前に見ときたいね。信長様に仕えた者同士で争わねばならぬとは。あー、そんな感じか。オーバイか。うん、回復。そこ橋があるね。で、よし、これでつながった。これ頭、あー、いけたね。こんなもんかな。お一様、またしても落城の浮に合わねばならぬとは。104。意外と双剣が強いんだよね。これはちなみに、ああ、そういうところに行くわけね。はい。ここ来て、降りると、ショートカットかが作れるわけか。さあ、帰ってもらって、
これで進みますか。まあショートカット作るだけ作っとけば何かあった時に使えるしね。で蹴り落とす。オッケー。あそこだね。よし。降りて、レベル上げよう。これはちょっともったいなさすぎる。あんまりいらないっちゃいらないと思うんだけどね。終わり。今気づいた。登れたんだ。しかもお宝あったんだね。はい。で、OK。さあ、戻ってきた。気力削りは優秀だね。ボスか、ボス戦か。いや、イベントかな。またささん、俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。そうか、刀剣やるか。そうそうそう、ガードしてもらって。倒せるんだよね。食いたい。いいね、総裁してっていうのが強い。射程えぐいな。ついと、はあ、強えな。Yeah!
炎ダメージが痛いね。さて、それが強い。さあ削った。それがきついって。とって同じこと。このままもらい受ける。危ない。いやー、まさかまたさと戦うことになるとは。じゃあ俺の勝ちってことで。やるやつだとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。そんな急ぎよいの。まあ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 、主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえだろ。主のためにま、ってこと。え、一旦これで、いや反対か。鍵を使った鍵を使って、あれ、もしかして、まさかね、まさかね、ボス2回とか、そんなね、そんなことある？でもなんかありそうだな。結構終盤まで来たからね、なんだかんだ。いや、罰則算でいいかな。さあ、行きますか。床屋み。ウイチの気配近づいてきたようじゃの。あー、なるほど。大きな気配が。なるほど、これで、そうだね、一旦これでやめよう。今回は多分もう一回同じような流れになるのかな。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。今回またさまでということなんですが、次は、この城の主かなのところまで行こうかなと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。